チャイの旦那は誰？職業や馴れ初めを調査してみた。シンガーソングライターでモデルのチャイさん。チャイさんは永谷園の社長令嬢としても有名ですが、2020年5月28日に結婚を発表されて話題になりましたよね。ハイスペック女性なチャイさんと結婚した旦那は一体どんな人なか気になりますよね。そこで今回は、チャイさんの旦那について詳しく調査したいと思います。早速チャイさんの旦那について誰なのか調査してみたところ、一般男性、かねてからお付き合いしている、名前は不明ということが分かりました。チャイさんの旦那は一般男性ということで、残念ながらお名前や年齢などの情報をつかむことはできませんでした。しかし、そんな気になるチャイさんの旦那の画像を見つけることができました。その画像がこちら。残念ながら横顔のみですが、画像の雰囲気からもチャイさんの旦那はイケメンなイメージが想像できます。そしてコロナ禍ということもあり、入籍から時間を空けて結婚式をされた動画が投稿されていました。チャイさんの幸せいっぱいの笑顔が印象的ですね。チャイさんと旦那の馴れ初めは、初めは友達だったそうで、人柄に惹かれて恋人関係に発展し、結婚に至ったという流れのようです。チャイさんは旦那について、食の趣味が合うと述べていたそうです。そんなチャイさんと旦那の定番デートは、いろいろなところに行って美味しいものを食べることだそうですよ。グルメデートでお互いの距離を少しずつ縮めていったのでしょうね。幸せ街道まっしぐらのように見えますが、一度、破局の危機に直面していたようです。当時、チャイさんの仕事がとても忙しく、すれ違いが起きてしまい、なかなか会えず遠距離になってしまったそうです。そんな時、チャイさんと旦那はクリスマスや記念日には手紙のやり取りをして、お互いの距離を埋めながら破局の危機を乗り越えたんだとか。苦楽を共にしたからこそ、チャイさんと旦那は固い絆で結ばれているのでしょうね。優しい旦那と幸せな結婚生活を送っているチャイさん。そんなチャイさんの旦那の職業は何なのか気になりますね。ネット上では、旦那様は御曹司、という噂もあるようです。しかし、残念ながらチャイさんの旦那の職業は不明です。ですがチャイさんの家庭環境などから推測すると、御曹司の息子で実家の家業を継いでいる。実家の家業から独立やグループで起業している、永谷園グループの社員、役員、になっている、エリート企業で働いている。このようにハイスペックな一般人男性ではないかと推測されているようです。チャイさんの旦那の職業の情報は得ることができませんでしたが、現在、二人の間に子供はいらっしゃるのでしょうか。調査してみたところ、妊娠報道やチャイさん本人から報告もありませんので、現在チャイさんと旦那の間に子供はいらっしゃらないようです。チャイさんのインスタグラムに投稿されている写真を確認したのですが、体型に変化もありませんでした。きっと今は仕事と2人の時間を楽しんでいるのではないでしょうか。